よっしゃ、どんなもんか。Hello and welcome to the Training Centre. In this training module, you will be learning how to drive a Class 385 in ScotRail livery. We can now enter the cab to get started. これが新車両か。新車両だけあって綺麗さが違うの。これを押せと。あれがドアのボタンなんや。へえ。よいしょ。あれ。横押さなあかんのか。これか。Take a seat in the driver's position. This is where you insert and switch the master key to the on position. マスターキー。Set the train's headlights to full. Headlights are important for letting others know that this train is currently operational. Turn the TMS screen on. Screen on. The TMS display has multiple screens. The home screen, which shows basic info about the train, and the door selection screen, where you can control the door states in each cab. Feel free to explore all the display has to offer now. なんかせなあかんのこれ。その前。DDS stands for Driver Direction Switch. Set the DDS to the forwards position, F.The doors can be opened in multiple ways. The easiest way is to... When ready, close the passenger doors. CPBC stands for Combined Power Brake Controller. It consists of a braking zone and a throttle zone. The traction system provides the electrical braking capability to complement the conventional friction braking system. Let's get moving.Set the CPBC to the T1 position. Use the CPBC lever to reach the speed indicated.Thank you.
now. Use the CPBC's braking zone to come to a stop at the indicated area. Don't worry if you miss the station. You are free to go around this loop as many times as you want. からこれをオフにするロック、なんで降りればいいのか、あー終わりなんやあれで終わりなんかい。意外となんかあっけなく終わったけど、シナリオに行きたいけどメインメニューに、よいしょ。でから、さっきのあれか。
これやな。ちょっと待った。タイムテーブル。ああ。こんな感じか。1時間20分結構かかるな。まあいっか。夜明けか、8時前か。ああ、めっちゃ止まってるな。あるけど関係ないんか。違うっぽいな。バッテリー入っとるみたいな。よいしょ。まず鍵を入れてフォワード。あ、これがフォワードって意味なのか。F しか書いてない。マニュアルジャンクションか。その前に、ライトつけとかんと、暗すぎて見えん。フル。ハザード。グラフ、リーディングライト、選ばれへんか。ダウンライトオフ。あー、これもできるな。明るさが変わるか。かなり明るいな。でから、なんかやれ言ってたな。マップか。ねえ、これを。よいしょ。これで OK ちゃうね。あ、これか。いや、こっち行くだけやな。
よいしょ。さあ、行くか。早いぞ。遅すぎて止まりそうな。逆にちょっと明るすぎてあれやな。ああ止まってまう。加減がむずいなこれ。鍵を抜いて、ああなんか向こう行くんか、消しとくか。ライトでもこれこのままでいいか。スイッチトゥなんとかって書いてるな。まああっちに行くんやろうけど。ちょっと降りるか。あーでもこれ狭いか。中から行くか。よいしょ。
こっからか。よいしょ。あれ。閉められへんの、これ。まあ、いいか。んで、また鍵刺して、フォワード。で、またマニュアルか。ライト。フル。うん。こんなもんでいいかな。よいしょ。がフルの割にはそこまで明るさがないねんな、これ。こんなもんなのかな。マーカーってどんなんよ。あ、マーカーってこれなんよ。マーカーの方がマシなような気がするな。テイル。あー、テイルってこれのことなんや。あー、これがこれか。まあ、それやったら、フルか。よいしょ。出てるようやけど、パッと見えらい暗いな。そうでもないか。へえ。からまた切り替えか。んでまたこれも切り替えて、もう OK か。よいしょ。
いな。Your ticket to zero carbon travel。ようわからんの。なんかやってはったんは見たけど。ああ、ケンさんこんばんは。やらかしシンガー戸塚です。いやー、新車両乗ってますけどね。タッチパネル対応してますよ、これ。あ、止まってまいそう。いやー、最新車両やから、なんかめちゃくちゃ設備がいいですね、やっぱ。ちょうど車庫からいろいろ動いてるとこなんですけど、4両編成ですけどね。うん、デジタルですよ。50なってた車両ですからね。あっと低すぎた。デザインがまたね、もう違うんですよね。車両番号まで載ってるというね。チャリンコマークまで。
庭チケットトゥゼルカーボントラベルって書いてますけど、ブレーキマックスにしてオフにしてから鍵取って、また向こうに移動ですな。電気消して、PS5 ね、このソフトもありますよ。このソフトあるけど、全部英語ですけどね。なんか気になるのとかはないですか？イングリッシュ勘弁ね。イングリッシュとドイツ語がありますからね。ねえ、次は通貨か。通貨らしいですわ。鍵さしてフォワードでライトんで、こっちもフル照明。よいしょ。ああ、渋谷系に、あれ体験版あるから一回やってみんのもありかもしれないですよ。
通過でした。間違ってた。3月で出してくれるとありがたいですよね。あれ制限、あ、制限ってバカになってるの。あれ大丈夫かこれ。なんか赤になってるよね。通過の割に赤ですね。なんか、うん、ああ、ヨドバシ博多。終わりますよ。問題はあの赤いところの手前で止まらんと。
らい音やな思ったら通過しましたね。風行き注意報。あと160メートル。あ、黄色になった。注意注意。からのまた停車。あ、また黄色。私がなんか南海のラピートみたいなとんがり具合ですね。なんかあれもっととんがってんすけど、なんか感じが似てますね。ラピートもなんかねこういう色なんですよ。エヴァンゲリオンみたいな。私がツイッターですとか言って。
の8時半です。いやー、この葉っぱの色がまた綺麗で、えらいイチョウみたいな色です。リアルになってまして、前あそこまでなってなかったんですけど、重しのレールとかまで再現されてる、すごいな。よりまたリアルな感じになってますね。あー、 WBC も確かに昔なんか河川なかったですからね。なんかカッコだけで動線がなかったっすからね。今はこうやって普通に線があるけど、こういう細かいね再現がまた電車好きとしては反応しますよ。ただいま信号待ちです。いやー、綺麗な朝日、鳥のさえずりがまたリアルで、電車のなんか通過待ちみたいですよ。ああ、黄色になった。あの音のプシューとかいうのもリアルですよね。停止、忙しいですね。見事なこの朝日、
ゴーストオブツシマみたいな、綺麗な映像みたいな。あれもめちゃくちゃ綺麗ですもんね。侍もののそれは出るんですか、それ 2K6 っていうのは前に出てたやつですか。ああ、そういうことですか。太陽が見えてますが、
ャーで、ね、入ったらそれはそれでいいですけど、
ばらく信号待ちか。通過待ちか。大丈夫なんか？よいしょ。赤やけど行くパターンか。ちゃああかんかったんか、やっぱ待っとかなかの、やられたな。まあいいか。まあだいぶ長かったからな。いけると思ったのに無理か、あれ。よっしょ。さあ、ではではでは。